風向きが安定せず、先ほどは向かい気味でしたが、今度は逆になってきています。右横から吹く風ですが追い気味です。ただいまから最後のカード選抜戦、唐津市長選抜戦の第12レースを行います。対戦メンバーは1号艇滋賀の小手澤隆弘、2号艇岡山の山路正樹、3号艇愛知吉田則夫、4号艇愛知鈴木和弘、5号艇大阪の福田周平、6号艇佐賀の藤田博人、以上6名の対戦です。本番は枠なりとなりそうです。6艇バック側、後枠は小手澤隆弘です。この65号機しのいでいくのみと気持ちを切り替えてのシリーズとなっていきそうです。なかなかパワー的には厳しい様子ですが、ここは後枠生かしていきたいところ。そして2号艇の山路が2コース伸びのいい高モーター62号機前半はインから逃げています。そして3コース3号艇の吉田則夫、5レースに続いてキャリアブリーの交換です。後方引っ張って4号艇の鈴木克弘、合えばいいモーターです。46号機そして5コースが5号艇の福田周平、前半は6コース足からスッといって2着、ここまで2走2着としています。6コースが地元6号艇の藤田博人、伸び足のいい27号機ここまでオール3着以上をマーク。進入体系はインコースから1番2番3番4番5番6番の並びです。スタートしました第12レース、内側4艇が揃ってきました。最終1マークの攻防はまずは1号艇のコレスはインからスタート決めて回る、3号艇の吉田が握ってくる、2号艇の山路が刺す、4号艇の鈴木勝弘がまくり出す、懐は6番5番ですが、1号艇のコレスはのインコース、2号艇の山路が上がってきます。スタートは前提正常でした。目先はかけてきます。2号艇の山路2番と1番突破争いです。3番手は混戦で1周2マーク、トップ争いから2号艇の山路が行く、差し返しこれは効きませんか。1号艇のコレサワです。2号艇の山路が先に回って先頭に立ちます。一定審査食いすがるは1号艇のコレサワ、2-1の体型。後方3番手は単独で6号艇の藤田博人が上がってきました。レースは2周目に入っています。2周1マーク、トップは2号艇の山路、続いて1号艇のコレサワ、これは攻めきれず、その外を握ってまたは6号艇の藤田です。ここで一気に2番手争いに持ち込んだ6号艇の藤田、インコースはしのぐか。1号艇のコレ1番と6番の2番手争いです。2周2マーク、先頭は大きなリードで2号艇の山路、続いて2番手争いから1号艇のコレサワが先に行きまして、これは6号艇を置いてきました。1号艇のコレサワ単独の2番手、3番手水が行き6号艇の藤田、上位の体型は2番1番6番です。レースはこれから最終周回、後方は4番手4号艇の鈴木勝弘、5番手が3号艇の吉田則夫、最後方に5号艇の福田周平、最後のバック2号艇の山路正樹、2コースから差しが届いて振り切っていきました。今日は前半インから逃げて連勝ゴールとなっていきそう。そして2番手はリードを取りました1号艇のコレサ、2番手争いを振り切っています。3番手が6号艇の藤田、2-1-6、この3連単オッズ 45.5 倍です。後方は4号艇の鈴木勝弘が少し定感詰めてラストコーナーを旋回しました。2-1、そして3番手ですが6号艇に最後4号艇が接近し、まもなくゴール、先頭2番ゴール、1番ゴール、3着は6番ゴール、4番ゴール、3番ゴール、ラスト5番ゴールインです。